ラコ YouTuber の水野優香です。今日は我が家のルームツアー後編をお届けしたいと思います。もうね、あんまり家具とか購入してなくって、基本的にシンプルに物の少ない暮らしっていうのを一応目指してまして、基本的には白とか木目とかポイントで黒、この3色を使った全体的なイメージで作っています。小学校1年生の6歳の長女と、あとは1歳9ヶ月の次女がいて、4人家族なんですけれども、結構ね、子供のものがねどうしても多くなってしまって、もうねごちゃごちゃしてるところもたくさんあると思うんですけれども、よかったら最後までご覧ください。ではどうぞ。ここに子供の作品を貼れるコーナーにしてます。もうここにだけ貼るっていう風にルールで決めてて、今気に入ってるやつとか私が可愛かったから嬉しかったなっていうのを貼って、ちょっと定期的に外して、それは作品をしまったりしてます。ここにこう家の資料とか入ってたりとか、学校のファイルをねクリアファイルで貼ってしまってます。こういうバッグとか子どもの習い事のバッグとか、掃除機客用の椅子もここに入れて、ここはねごちゃごちゃゾーンだけどとっても大事な収納です。で、こう振り返るとうちのメインのキッチン、私白好きなんですごくね清潔感があって、汚れはちょっと目立つというかすぐ気づくんだけど、でも気づいて掃除してる方が私には向くなと思って、これを入れました。でこれはね、収納はねこれまたね別で動画をもうねしてて、その時のと何も変わってないです。無印のこうツールとかでメイク道具とかおむつとか日用品、本当にカッターとかそういうハサミとかを全部きれいに分けてここに入れてます。キッチンがうちって L 字になってるから、リビングからもダイニングからもキッチンからもここって取り出しやすくてすごく便利です。あとね、普段本当に見せないんですけどここにも収納があって、ここはねロールスクリーンですっきりさせてるんだけど、こんな感じで、まあ、この辺で勘弁してくださいまあ上まであるんだけど収納が。この下2段は次女のつーちゃんでも取れるから、ここにおもちゃと本がたくさん読めるように本めっちゃ置いてるのと、あとここにねちっちゃいぬいぐるみとか増えてるおもちゃ、これをね無印のやつにソフトケースに入れて、これもレゴというのを入れて自分たちで取って遊べるようになります。でここにはちょっとねブランケットとか毛布とか、ちょっとソファーで寝ちゃった時とかにこれ置いてて、ここはね長女の小学校の荷物がめちゃくちゃ増えて、ランドセル置き場と、あとはここにちょっとした教科書とか、あと今の子ってタブレットね必須なんで、タブレットをここに置いたり、あとこの中に移動ポケット、ティッシュとねハンカチ、あと鉛筆削りとか。ここにね全部置いてます。でこっから上は手が届かないから、プリンターとか、あと Wi-Fi のルーターとか、ボディクリームにこれネイルグッズとか、つーちゃんが遊んじゃうと大変なことになっちゃう、こういうスタンプをさらっと置いたり、あとはプリンター関係の紙とか、あと工具とか、こういうものを入れてしまってます。リビングのおもちゃはここに置けるだけっていう風にして、あとは上に持ってきましょうっていうシステムにうちはしてます。でこう来ると、ここがダイニングエリアです。でこのダイニングテーブルは IKEA です。結構うちお客さん来るんで、この6人は絶対座れるやつにしたくて、なんかね IKEA のテーブル、日本製の家具よりもちょっとね5センチとかちょっと大きいんですよ。その椅子と合わせるのがこううまくできるかなって思って、お値段も安いし、椅子もね IKEA にしました。でね、このねラグもね IKEA、 この汚れが目立たないこの柄と色合いがすごいいいなって思ってこれにしました。でね、椅子はね2タイプあるんだけど、私はこっちのタイプ使ってるんだけど、こうやってテーブルにかけると足が浮くのだから、ロボット掃除機が通れるっていうので、私はちょっとこのタイプを置いて楽したい、ズボラ主婦のあれなんだけど、でも主人はここにこう出る時に当たるのが嫌だって言ってあと人が来た時りはこの横がない方がなんかいいからって言って、主人と友達とか用の客用の椅子は L 字みたいなのになりました。あともう一個おすすめポイント、これも IKEA のねベビーチェアなんだけど、冷蔵庫用のこの透明マット、食べ物をこぼしたりとか、なんか癇癪を起こして牛乳をこう飛ばしたりとかするのね。これだと結構拭いてどうにかなっちゃうから、これはね本当に買った方がいいです。あとはあれだね、これピーちゃんがいるんですけど家族を見てるんですけど、そのね下にあるこの冷蔵庫は主人が欲しくって買ったさくらワークスっていうところのミニ冷蔵庫になります。これね友達からめちゃくちゃ評判がいい。私もなんか冷蔵庫にいろいろ入れてたりしてごちゃごちゃしてたりするから、これがあってよかったなってすごい思ってる。ラフにねホームパーティーやりたい人、これすごいおすすめです。あとこれも良かったよ。これ IKEA だけど、これもこう置いたりとかでね、これがね超いいの。これ主人がリモートワークの時とか、ここで飲み物とかちょっとつまめるお菓子とかをここに置いて、これを持って3階に行くので使ってるから、これはねめっちゃおすすめです。軽いしそのまま持ち運べるっていう。でここがもう私のチャンネルでいつも映り込んでくるこのキッチンです。これもね収納は全部紹介してるんで、それを見てくれたらいいなと思うんですけど、めっちゃ掃除しやすい。これにしてほんと心から良かったなと日々思ってます。でこっちは同じパナソニックのラクシーナのカップボードですね。でゴミ箱は絶対に置けるようにここ開けて、ほんとカトラリーでしょとかコップ、こんな感じで食器はねもうすぐ見て取れるように結構こんな感じで立てて収納で全部入れてます。でこれタワーのグラス置き、でこっちはこんな感じ、そんな綺麗でもないけどお客さん用のグラス置いたりとか、あんま使わない、たまに使うグラタン皿とか置いてて、こっちはストックだね、不動技研のやつすごいぴったり入るから。確かにすごいぴったりですね。そう、しかもやっぱこれがこうやって取り出せるのと、あと白で中身は見えないっていうのが私的には気持ちいい。あとこのパントリーね、ここはやっぱ見えないからもう自分が使いやすければいいやという感じで入れてます。掃除グッズ上の方あったりとか、あと飲み物、飲み物は2つに分かれちゃってるんだけどね、この鍋ね、とか、あとここにタッパーとかね入れてて、これ無印の私なんだけど、とか、あとは前に紹介したやつだよねこれ、オイルガードのやつとか、なんかビニール袋って結構使うじゃん、こういうの入れてて、でここに醤油とか、いろんな調味料入れてたりしてます。ストック、ここにストック、これはね IKEA でね、ここにお水と炭酸水はこっちで、あとこれね意外とこれが重要で、これにね YouTube とかライターの仕事で使うの、パソコンの充電器とかイヤホンとかめっちゃ入れてる。でこれをこのまま持ってきて作業してまたあそこにしまうとすっきりするっていう動線がまたあるんですね。そうすごい。逆側は大人のつまみ、クラッカーとか、これゴミ箱とかのビニール袋、これはペットボトル、缶、瓶、トレーとか分けてて、多分電子レンジで、これ砂糖とかのストックでしょ。で水筒にホットプレート、ランチョンマットみたいなやつとか、お盆、一番上は使い捨てのお皿とか、普段は使わないけど何かある時に必要なもので、こっちはもうすっごい悩んでるんだけど、このラクシーナのキッチンの付属品で自分が使わないいなって思ったこのカゴとかを全部ここに置いてて、なんとなく捨てられずにこの1年ぐらいここに置いてあります。はい、そういう感じかな。これはだいぶ昔にゴシックガールのセリーナがお家に飾ってて、すごい可愛いと思ってめちゃくちゃ探して海外から輸入したプラダマルファのアート、今はね普通に楽天とかでも買えるから概要欄にリンク貼っときます。あとこの時計めっちゃおすすめ、ブルーノの時計なんだけど、電波時計だから絶対に時間に正確なの。絶対時間に正確ってさ、すごい重要であ、何分で出なきゃとか、仕事行かなきゃとか、子供くんなきゃとかいう時に困るんだよね、本当に小さい、本当は寝室予定の今は主人の仕事部屋になってるのしかないんですけど、あとトイレがで、ここに柵ついてます。ここはね、子供部屋です。だけど子供部屋じゃないけど子供部屋です。今はいろんなことで使う多目的部屋みたいな感じになってて、ここで家族で川の字で寝てます。もう子供たちがもうベッドから落ちたりめちゃくちゃするんで、すのこにマットに敷布団にっていうこのローベッドスタイルでずっとここのとこは着てます。ここはね、これをねいちいち外して、このファッションの撮影とかね、コーベレタスの撮影とかもここでしてたりします。で、ここが前の家からね持ってきたこのチェスト、ここにはなんか子供のねおもちゃとか入ってる感じですね。変身グッズみたいな、こういうのとかもう全部シルバニアファミリーとかね入ってます。で、ここに家族の写真とかを飾りたくてね飾りました。で、これも棚の上もねできるだけ掃除しやすいように何も置かないっていう。で、これはソファーベッド。あ、ソファーベッドなんですね。これコアラマットレスさんから出してるソファーベッドで、これめちゃくちゃいいんですよ。ベッドになるソファーで、ここにちょっと敷布団とか引いて、でここで寝そべりながら、このプロジェクターでおうち映画館こうやってしたりとかもできて、すごく便利です。で、あとはもう子供のこのぬいぐるみの山とおもちゃと。そう、でも私子供用のなんか収納とかは買うのやめてて、収納買っちゃうと捨てるのが大変になっちゃうから、数年後には結構使わなくなっちゃうっていうのをジビリの時感じてて、だからこれ3コインをそのまま運べるやつで重ねられるやつとか、こういうのに入れると子供はこのまま持ってリビングに持ってったりとかもできるし、使わなくなってもうおもちゃがなくなった時に家具捨てるのってすっごい労力だから、できるだけね家具は買わないようにしてます。で、この鏡はね前の家からずっと一緒にいる鏡です。で、ここね扉2つ実は後々ここに壁をつけて6畳ずつの子供部屋にできるようにしてます。あとはここが狭いんだけど一応夫婦の寝室として作ったお部屋です。はい、こう世の中がコロナになって、で主人が結構リモートワークが最初すごいあったので、ここでね仕事できるように作りました。あとここにだけベランダがあります。で、ここでなんかこの乾燥機かけられない衣類とかお布団とか干すんだけど、小学校入ったらまさか朝顔とか持って帰ってくるんだね、夏休みっていう。うち庭がないお家だから、このベランダがねあってよかったっていう風に思ってます。で、3階はね逆に収納がほんとなくて、ここだけで、ここにバーって入ってるんだけど、結構友達泊まりに来るからお布団が必要で、お布団と、あとは小学校に入るとまた防災頭巾とか工具入れとかめちゃくちゃいろんなものを持って帰ってきます、大きい休みの時。なのでここに置いて、また9月になったら持っていけるようにしています。で、最後の扉は引き戸です。はい、これはねトイレです。3階はね爽やかなちょっと女の子っぽいイメージでデザインしました。これねつい最近作ったたらし込みアート、私の。すごいですね。そう、すごいね作ってここに飾ろうと思って作りました。楽しかった。そう、やりたかったの。これは Amazon で買ったかな。あ、そうなんだ。あ、リンクをね貼っときます。以上でね全ての全部屋のルームツアー紹介しました。やっぱ家具入ってないバージョンも見て、これを見るとまたねちょっと違うと思うので、よかったらそちらもご覧ください。我が家のルームツアー後編いかがだったでしょうか。今までね紹介したものとか購入品とかが基本的に多いので、今回ね、いろいろ概要欄の方にリンク貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。また私、家づくりのインスタアカウントあまり更新してないんですけど、やっているので、よかったらね、そちらも概要欄に貼っとくので、フォローよろしくお願いします。では今日も水の優香チャンネルを最後までご覧くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。